ポントの王、ミトリダーテ八十七は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが作曲した三幕から、なるオペラ。モーツァルトの最初のオペラセリアである。1 7七十年の七月二十七日に、十四歳のモーツァルトは、ボローニャで、当時オーストリア領だったロンバルディア地方、総督府長官、フィルミアン伯爵からの依頼を受け、リブレットを受け取った後、同年の9月29日に、 ボローニャで序曲とレチタティーボの作曲に着手した。10月18日にミラノに到着した後に歌手の注文を聞きながら本格的に作曲を進めていった。12月末には全曲が完成し、初演は12月26日にミラノ宮廷劇場においてモーツァルト自身の指揮によって行われ大成功を収めたという。モーツァルトは実地で イタリアオペラの様式を学び取るとともに、このオペラの成功によって、翌年の1771年に、アルバのアスカニオや、ルーチョシラなども作曲している。なお、このオペラの登場人物であるミトリダーテは、プルタルコスの大飛列伝の中のマリウスやスーッラの伝記にも登場するアナトリア半島のポントスの王ミトリダテス6世のことである。ミトリダテス6世は、 ローマ内部の構想に乗じて小アジア一帯に勢力を広げるとともに、ローマの東方における派遣に挑戦して三次にわたって、戦火を交えた人物であった。ビットーリオ・アマデオ・チーニャ・サンティのテキスト、ジュゼッペ・パリーに、わけのジャンラシーヌの悲劇による。フルートに、オーボエに、ホルニオン、ファゴットに、トランペットに、バイオリン2部、ビオラ2部、チェロ、バス、ティンパに、 通奏低音上曲は、アレグロマイナスアンダンテグラツヨーソマイナスプレストの3、学章の構成を取る、典型的な、イタリア風序曲あるいはシンフォニアである。国会沿岸のポントスの王、ミトリダーテは、ローマに対する戦役に出陣するに際して、結婚を訳していたアスパージアを、2人の息子シーファレと、ニ位、ファルナーチェに託していた。そのミトリダーテが戦死したという報告が伝わり、 かねてからアスパージアに対して横島な恋心を抱いていたファルナーチェはその思いを遂げようとしてアスパージアに迫る。アスパージアはすでに密かな愛を感じていたシーファレに対して保護を願う。ファルナーチェはアスパージアをはっきりと自分のものにしようと迫るが彼女はこれを拒みシーファレに助けを求める。二人は争うが そこにニンフェアの領主であるアルバーテが来て、二人を押しとどめる。アルバーテは、ミトリガーテは生きていて、しかもニンフェアの港に帰ってきたと告げる。二人は争いを止め、ミトリガーテを迎えようとする。だが、ファルナーチェは、ミトリガーテを裏切ろうとし、一方、シーファレは父に従う気持ちを捨てなかった。続いて、ローマの五民館であるマルツィが登場し、ファルナーチェに対して、 ローマ側に願えるように進める。場面は港の情景に転換し、ミトリダーテがファルナーチェの花嫁として、イズメーネを連れて船を降りてくる。シーファレとファルナーチェも父親を迎えにやってくる。イズメーネは、ファルナーチェとの再会にもあまり心が動かず、アルバーテに対してミトリダーテは、自分が恋に戦死の報告を流し、二人の息子のアスパージアに、 対する態度を知ろうとしたのであると打ち明ける。アルバーテが二人の王子の取った態度について報告すると、ミトリガーテは、ファルナーチェの行為に激怒し、シーファレの態度には一応安堵する。ファルナーチェとイズメーネとのやりとりで始まり、イズメーネは、ファルナーへの心変わりを責めるが、ファルナーチェは相変わらず冷たいままである。ミトリガーテは、イズメーネに、息子だとしても容赦はしないと語る。 続いて、ミトリダーテとアスパージアとのやりとりがあり、彼は、巨根がファルナーチェを愛していると思い込む。アスパージアは、この後、初めて、シーファレに、自分の思いを告白する。ミトリダーテが一同を呼ぶのを知って、アスパージアは、シーファレを完全に避けようとする。場面が転換して、ミトリダーテの陣営となる。ミトリダテは、 イズメーネに、ファルナーチェは、アスパージアに横島な恋心を抱いているばかりか、敵国のローマに通じている裏切り者であると告げる。ミトリダーテは二人の息子を呼びつけ、ローマに対する戦争の続行と敵の本拠地である、ローマを攻撃すると宣言する。尻込みするファルナーチェ、進んで、ローマへの攻撃を自分に任せるよう進み出るシーファレ。ローマの御民間マルツの出現に、 ミトリダーテは激怒し、マルツィオを追いやる。父の怒りに触れたファルナーチェは、弟シーファレこそアスパージアの恋の相手であると、暴露する。ミトリダーテは驚愕し、事実を確かめるべくシーファレを、テントの陰に隠れさせ、アスパージアに罠をかける。彼女は罠に気づかずに、自分が愛しているのは、ファルナーチェではなく、シーファレであると告白してしまう。 事実を知ったミトリダーテは復讐を誓う。残されたアスパーアジアとシーファレは互いに自分の死を求め、やがて一緒に自殺しようと考える。架空庭園にミトリダーテが姿を現し、続いてイズメーネに付き添われてきたアスパーアジアが登場する。ミトリダーテは自分を裏切った二人の息子を殺す決意を述べる。イズメネはミトリダテを悟し、アスパーアジアは シーファレの消息を尋ね、ミトリダーテは、やはり自分の日となってほしいとこう。これを拒むアスパージアも、自分の復讐の生贄にしようというミトリダーテの前に、アルバーテが駆けつけ、ローマ軍が上陸し、ミトリダーテの軍勢が改装したと報告する。一人残されたアスパージアには、毒の入った酒好きが届けられる。酒好きを飲み干そうとする瞬間、 シーファレが兵士たちと登場して飲むのを止めさせる。自分はミトリダーテと共に戦争に行くと語って兵士にアスパーアジアを託した。シーファレは自分は猛攻した人生に疲れたと歌う。場面がニンフェアの城壁に通じる塔の内部に転換し、ファルナーチェは鎖に繋がれている。マルセオがローマ兵と共に登場してファルナーチェを解放する。 しかし、ハルナーチェは、両親の葛飾に苛まれる。再び場面は、ニンフェアの王宮の大広間に変わり、負傷したミトリダーテが運ばれてくるが、シーファレとアルバーテが付き添っている。ミトリダーテは、自分の死を覚悟し、シーファレの忠誠心と勇気の承認になったことを、喜ぶ。アスパージアが登場すると、ミトリダーテは彼女を、シーファレに委ねる。そこに、 ファルナーチェとイズメーネも姿を現すが、イズメーネはファルナーチェもローマ軍を撃破し、その軍艦に火を放った、忠誠心の持ち主であると告げる。ミトリダーテは彼を許し、こうして、シーファレとアスパージア、ファルナーチェとイズメーネは結ばれ、ミトリダーテは心安らかに生き絶える。そしてポントをはじめとする東方の国々は、ローマに屈服することなく、戦い続けることを誓う。 いかに例を挙げるように多くの録音が残されている。ありがとうございます。